MBS の清水と申します。はい、能登半島の地震の関連なんですけども、大きな被害があったって輪島や珠洲のあたりっていうのは、仮設住宅の設置がちょっと遅れているというふうな話もありまして、その要因の一つがなかなか土地がないというふうなところなんです。で、大阪市っていうのも、住宅が密集していたり、ビルや建物がかなり密集している地域が多い中で、大阪市に直撃した地震などが起きたときに仮設住宅を建てるとなると、なかなか土地がないというふうな意味ではその輪島や珠洲と同じような事態に直面する可能性があるかと思うんですけれども、そういったその能登半島地震の現状をその大阪市の防災計画をブラッシュアップしていく上で参考にしていくであったりとか、そういうのを取り入れてまた改定していくであったりとか、そのあたりの市長の考えというのを聞かせていただけますか。はい、今回の地震、本当に大きな被害をもたらしましたし、やっぱりご自宅が潰れてしまってですね、避難所での生活を余儀なくされている方々が非常に多いところかと思います。本当に辛い状況かと思います。で、今回 の地震を踏まえて、ただ丸々同じ状況が大阪で起きるかどうかっていうのは、これしっかり分析していかないといけないと思います。建物の築年数の状況であったりですね、そもそも大阪で発生しうる地震というのは、今回の地震以前にもずっと議論がされています。その直下型の例えば谷町の断層の地震であったり、海溝型の南海トラフの地震であったり、いろんな地震がこれ専門家入って議論された上で今防災計画が組まれてますから、その上で避難所の計画やですね、避難計画というのが組まれてます。ただ今回あった地震は当然課題としてこれ認識したいですね。避難所にプラスで行かせることや避難の計画でプラスで行かせることというのはどんどん更新していくべきだと思います。はい、ただまだちょっとそのステージになっておりませんので、今とにかく避難されている方々に一刻も早く安心して暮らせてもらえるような現地の改善と、また受け入れの改善、これをしっかりやっていきたいと思います。そもそも聞いてるところ、いろいろやっぱりこう避難所のダンボールベッドの課題であったり、ダンボールベッドをたくさん入れて保管しておけるかとかいう課題であったりですね、これ課題は多岐にわたると思います。今回の件を踏まえて、もちろん今後の対策というのはしっかり考えていきたいと思います。はい、他にございますでしょうか。よろしいですか。